こんにちは、吉田勉派遣動画チャンネルの吉田勉です。この撮影はスタジオからです。自分のスタジオからです。今日は町田市立南第四小学校の学習発表会に行きました。学習発表会というのはいわゆる学芸会に近いタイプのものです。昨日の後半と今日ので全部を見ましたのでご案内いたします。プログラムはこういう感じです。こういう感じですね。そして1年生から6年生まで全編見させていただきました。1年生は非常に声がこの大きくて会場いっぱいに響き渡る声でした。上級生になってくると少し声が小さいなというところもありましたが、しっかりしたシナリオの舞台をよく見せてくれました。この学習発表会は2年に1回の形式で、ある年は作品展、そしてこうした劇や歌を伴います学習発表会がその翌年ということで、5年生6年生にとっては最後の学習発表会になります。非常にこの難しいストーリーの分を大勢の皆さんが出演するというのが特徴です。私は何校かこうしたものを見て、学芸会等見て回りますが、この実際にやるとなると大きな学校の方が難しいなと、親御さんからしてみたら自分の子供さんが主役であってもらいたい、大きくいっぱいセリフを言ってもらいたいという気持ちがありますが、いざこの百何十人もいるような学級となってきますと、そう簡単にいきません。わずか一言喋ってもらうだけでもこのたくさんの時間を要するわけであります。この先生方のシナリオの選定、そしてこのキャストの決め方、このもちろん大人が先生方がこのバックアップしてやるものですが、それをこの児童の皆さんにこのやってもらうのにどうしたところの配分をやってみるかという難しさがあります。主役があればもちろん脇役があります。あるいはこの脇役にも相当しないような役もありますが、そうしたものを全員が協力してやっていく、一つの劇をまとめ上げるというところに、やはりこの演出の難しさというものを私自身この前編通す、あるいは複数の学校を見て回ると感じるわけであります。生徒さんはこの寒い中やりました。インフルエンザで休んでいる子どもさんもあります。そうした中で一つの行事をやり遂げるということは非常に難しいことだ。しかし楽しみながら楽しみにしていることですから、家族の皆さん方も大勢見に来ておられました。そういう環境の中で今日南第四小学校の学習発表会を見学させていただいたこと、そして昨日はその四小と町田第二小市立の第二小学校をの学芸会を見学させていただいたことを報告いたします。終わります。この後は今日のこの後は長津田のジャズフェスティバルを見学に行く予定です。終わります。